みなさん、こんにちは。エースハリマアルビオン、そうちゃんこと千葉園子です。新加入のクレアこと沖野クレアです。エースハリマアルビオンあるあるいっぱいあるある3本お送りします。ではまずクレアはエースハリマに来て驚いたことってありますか？まず写真撮影をした時に最初ユニフォームで撮影すると思ったんですけど、ナリスケ商品さんに綺麗にメイクをしてもらって素敵な写真が撮れました。イエーイ。斬新な内容でみんなモデルみたいでかっこいいですね。特に今年はリンリンの女子力高めるぞということで、リンリンの若かりし頃の衣装を借りて着ております。中にはスタッフの衣装もあります。いやー、みんな嫌な顔もせずに笑ってますね。リンリンには逆らえへん。エースハリマアルビオの社長ですから。そうそう、社長をニックネームで呼ぶのもすごいです。ではここでパラパラ漫画のように皆様にちょこっとだけお見せします。表紙は背番号17番イエローカードコレクターと言われた岡倉選手で、めくると私裏表紙を飾っております。いや、かわいい。青い空に赤いドレス、際立っています。次々めくるとファッション雑誌のように選手が現れます。さあ次、エースハリマアルビオンあるあるいっぱいあるある、2本目です。2本目はかわいいと思いました。アルビッツの子供たち、キックインセレモニーの乳母車にボールを運ぶアルビッツの姿に両チームの選手たちも悶絶。エースハリマアルビオンあるあるいっぱいあるある、3本目。やっぱリンリンでしょ。アウェーチームの選手やサポーターにもぐいぐい話しかけていくし、ちょっと不思議やなって思うとこもあるけど、やっぱさすがです。はい、皆さん、みんなでなでしこリーグを盛り上げていきましょう。姫路に